どうも皆さん、今日は、一番歯切れの悪い終わり方、そしてロックマン2のプロを読んでおきながら、そしてタイムキープもできず見せどころもなく大笑いもなく大変に申し訳ございませんでした。今後ですね、これを反省材料としましてですね、セラミカルですね、今後セラミカルの放送でですね、謝罪24時間配信というのをですね、近日中にやるということで、そちらでロックマンツーバーやりませんけれども、セラミカルがとにかく、コメント読んで、謝罪をするという放送をさせていただきますので、そちらの方でどうか皆様、許していただけないでしょうか。どうもすいませんでした。すいませんでした。さあ、ということでね、ミカルさん、じゃあお知らせの方言ってもよろしいですか。はい、はい、ミカルさんのじゃあ、謝罪放送はいつやりますでしょうか。11月5日。5日ね、明日じゃない、明後日、明後日、責任取れ。いやもうなんかすっかりそういうコメントになってる。いやもうそうだよ、ほらもういつかって早って。いや確かにあそこで、あとグダるのは結構好きで、コメントにキレるのはどうのって言うけど、俺別にキレてないですからね。これだから毎回テロップ用意してもらわなあかん。もう俺こうコメントに怒ったふりをしてドグマ風見はキレていませんっていうの毎回やるんやけど、もうほんとごめんね、みんなシャレやから、うん、あーごめん、帽子取らなあかんね。どうも失礼しました、ほんとにドグマさんは。次回からはじゃあ、キレていませんよテロップも用意しとくわ。あ、そうしましょう。そう、テロップを用意すれば本気で怒っても大丈夫やから。あのね、それを言うからまたごちゃっとするんじゃないですか。なんで、あれさえ用意すれば本気で怒っても問題ないから、下に出てるからね。すいません、申し訳ございませんでした。いや、しかし難しいね。難しいです。あそこはだから左から壊していかないとダメやったよな。そうですね、あのいやしまった、みんなが教えてくれてたからよくなかった、ごめん、 見なきゃよくなかな。いや僕もちょっとそれちょっと見落としてました。本当ごめんね。すいません。史上最大の難易度と言われるゆえんか。そうか、皆さん申し訳ございませんでした。そこで難易度が上がってるんだな、ロックマン2は。ごめんごめん。コメントで、もっと今度から打ってね、お願いします。ガーッと打ってね、違うよ違うよってみんな打ってね。いやすいません、申し訳なかった。本当にリカバリーができないとなかなか難しかったですね。申し訳ございませんでした本当に。さあではですね、ここからはですね、東海 TV、予備対抗投資企画、成功したら土日特番ゲット、アンケートぴったんこチャレンジ。あ、間違えた、変な音をした。反省はちょっと一回リセットしましょう。ごめんごめん、盛り上がるとこなのに嫌な音をしてまった、間違えて俺、ごめんごめん。こっちって、これ。あ、違う、これもちゃうわ。さあということでですね、今月の投資企画はですね、私と番組見てる視聴者の皆さんが協力してチャレンジする企画でございます。数字を引きまして、お題1から100の数字がランダムに引かれた箱を挙げてます。そのぬぬぬぬぬぬぴったんこったらぬぬぬぬぬということでございます。はい、え、ね、理解できましたね。はいはい、じゃあやってみましょうか。ん、なんて、ごめん、俺もあんまり理解しないから、みんな逆にコメントで説明してみて、俺にどういうこと。1から100の数字がランダムに書かれた箱を引きます。その後お題カードを引き、ああなるほど、アンケートでそのパーセンテージぴったり当てたらいいってことだ。わかりました、うん、じゃあいきたいと思います。みんなごめんね、全然怒ってないからね。そうか、俺が怒ると本当に怒ってるに見えるんだね。昔からこれずっと言われてることやもんね。あと文章も、文章も本当に怒ってないのにごめんね、キレゲーなんやけど。キレゲーなの後からキレゲーしないよって言うのも寒いやんか。よっしゃ、てれん、 40.9% になるものを何がいい、これさ、小数点は難しくないか。 40.9 やろ、 40.9 はむずいやろ。じゃあこれお題です、お題。いやそら無理やで、小数点無理やわな。あ、じゃあ分かった、このあと数字に切れるわ、みんな分かった、数字ね、このあと切れますからね皆さん。お題ニコニコ、幅広、ニコニコの
関することで俺らがお題を出してアンケート、うん、2択でいいよね。2択で2択にして 40.9% って難しいな。イエスが 40.9% イエスが 40.9 ね。分かった。はい、じゃあ40.9 にならなかったら俺切れるからね。はい、運営コメント書いといて。ドグマさんは 40.9 にならなかったら切れますって書いといて。なんそんな先に言うんだ。いや、ちゃんと書いとけば切れても怒らないでしょ、みんな。みんな分かったね。切れるからね。分かった ?OK。嘘切れでいくから、ね。何するじゃ ?40? はい。40.9。あ、何回やってもいいんだ。いや、1回しかダメです。1回。ニコニコで好きな一番好きな人はドグマ風見である。1番イエス、2番ノー。これ 40.9 いったでしょ。それで自信満々寂しいな、ね、これは言ったでしょ。ドグマ風見が一番好きである。これはいい。これはいい。それは実数を狙ってんですか。おい、ちょっと待って。いきなりコメントで2って打つな。やめろお前ら。ちゃんと 40.9 狙いなさいよ。ちょっとこれいきましたよ。これは 40.9。 怖いな。さあ、じゃあアンケートお願いします。よっしゃ。アンケート切れた後すぐにドグマ風見はこれ切れゲーですってか書いてね。またクレームが来るからすぐ書いてよ。さあ、これ 40.9 来たと思います。それではアンケート結果見てみましょう。こちらです、どうぞ。ちょっと待って、切れようにも意外と惜しかったやんけこれ。おい、切れようかと思ったら意外と惜しいやんけ。切れられへんやんけ。いい線言ってるじゃないですか。結構いいライン来てもうたから俺怒られへんわ。ちょっと嬉しかったもん今も。ごめんなさい、切れませんでした。でも結構惜しかったね。惜しかったですね。結構惜しかったな。というか 40.9 って数字が、これはスタッフさんおかしいよ。絶対小数点は切らないと無理だぞこれは。ごめんね、みんな切れなかったわ。切れれなかったわ、ごめん。やっぱみんなのこと好きやわ。今度高田の馬場の安い飲みに行こう。アントニオ猪木居酒屋飲みに行こう、みんなでね。そうしよう。新宿の。はい、ということで行かなかったので、40.9% 行かなかったので、東海ゲ TV のですね、告知をあるキャラクターになりきって、一緒に読みたいと思います。そのあるキャラクターとは、世界征服を企む天才科学者とそれを阻む正義のヒーローになって東海ゲ2016の告知をしてください。ロックマンじゃねえかよ。これロックマンじゃねえかよ。二手に分かれるんですかこれ。じゃあ俺、ドグタードグーリーやるわ。じゃあ僕セラミッカルマンやって。ミッカルマン、ミッカルマンね。なんか電池みたい。それではお願いいたします。東海ギ TV の、ドクタードグーリーとセラミッカルマンの どうやればいいんだろう。登場でございます。どうぞ。あ、僕東海ギ2016とは、2016年1月30日土曜日、1月30日日曜日の2日間幕張メッセにて行われるゲーム大会とゲーム実況の祭典だよ博士。ブワーイエー、今回は今回の開催エリア去年の2倍に拡大し RPG の世界を再現したフードコートやレトロゲームを巨大コントローラーで遊ぶコーナー、ゲーム音楽の生演奏が聴ける音楽ステージなど新たな企画を加えてバーリームアップじゃ、ブワー、決まり手は上手投げじゃ、ブワー。ちょっとどこの博士か分かんないけど、ドグーリドグーリ現れたな。ドグーリ賞金総額はなんと1億円以上だ。日本各地の予選を勝ち抜いたゲームプレイヤーが集まる東海ギグランプリ決勝戦なども行われるよ。ただいま、数量限定の優先入場券やお得な前入り入場券が発売中である。我が輩は46億8248歳である、ブワー。運営コメントから公式サイトをチェックしてください、ブワー。ロックバスター、ロックオーダー、ロックオーダー、ロックオーダー。この
この後のコメントでさ、本人は面白いと思っているのだろうなっていうコメントが胸に突き刺さるな。ものすごい胸に突き刺さるわ。そりゃ風見もそんなコメント見たら切れるわ。いやー、忘れましょう。そんなコメント見たらそりゃ気分の一つも悪なるで。言葉の暴力なんでね、そこだけ見えてくるよね。なんかね、辛いコメントってそこだけね、ふわって 3D になって浮き出て見えてくるよね。不思議なもんですよ、うん、皆さんも生放送してごらんなさい、本当に、うん、びっくりするくらいそれだけ見えてくるから。うるせえな、バカ野郎、キレとらやこら、ガッツかおら、おめえこら眼球いじくり出しとるか、てめえこら調子乗んなよ、おらこの低所得者、おらあーバカ野郎、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 お前の乳首を切り取って叩いてセレクトボタンの細長い感じしてるか、お前。ああ。V V。どうもありがとうございました。ひどい、うんこめでも切れてませんって出してくれへん、もう。ひどい、うんこめでも。もうね、告知入ってます。ああ、そうか、告知入ってます。ありがとうございました。なおドグマ切れてません、大丈夫です。さあということでありがとうございました。告知いいですか？告知いっちゃいますよ。無事でございますけども、ですね、いろいろありましてギャーギャー言ってましたけども、明日の東海議 TV 水曜日の番組でございますけども、東海議高校、東海議高校ファープロ部が20時からあります。そして21時から、パズマリ美女グランプリ参戦企画&東海議グランプリ大阪地方大会リポートですね。パズドラのマリオバージョンですね、これね。そして22時からはですね、バイオハザードクリアするまで終わりまてんいんということで、小島店第5夜やっております。そしていいですか、今のうちに行っても時間伸びちゃいましたけども、皆さん今日ロックマンクリアできませんでしたけども、次回のですね、次回の東海議 TV11 月17日なんですけども、なんとですね、ドグマチャンネルと連動企画、スクエアエニックス様全面協力のもと、あの名作 RPG ロマンシングサガ2クリアまで放送をやりたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしいですよ、はい、私のゲーム実況ライジングで13日から15日まで、ラスボスまで進めます。そして16日1日中日がありまして、17日のドグマ風見ゲーム実況ライジング、このね2週間後の番組でラスボスチャレンジいたします。今回はクイックタイムを使いません。これはすごいことです。ゲストは見て、セラミカルがいよいよ、来ません。いよいよセラミカル今日をもって卒業ということになりました。今までありがとうございました。ありがとうございました。それでは、セラミカルさん最後締めてください。最後になったセラさん、最後一言、言っていただいて、今日のゲーム実況ライブ終わりにしたいと思います。ではセラミカルさん、お願いいたします。はい、本日はロックマン2を一緒にクリアできれば存続だったんですが、こういう結果に終わってしまったので、卒業ということで、今まで皆さんありがとうございました。僕の責任かな。じゃあまた次回お会いしましょう。本当に卒業です。本当に卒業です。この後ドグマチャンネルスカイプ突枠をやります。セラミカルの真実を放送しますので、ぜひ次はドグマチャンネルで来てください。さようなら、バイバーイ。